ツイッターでですね、質問を募ったので、答えていこうかなと思います。たくさんもらったので、せっかくだから全部答えていこうかなと思って、やっていきましょう。それでは早速、一人目の方、リンクこんばんは。バーナルブリーズ聞きました。ありがとうございます。最初に聞いたとき日本語が綺麗だなと思ったのと、学園もののアニメオープニングで学校に向かう桜並木の坂道を自転車で駆け抜ける女の子と、その後見つめる男の子の声の始まりってイメージが頭に流れてきました。リンクはこの曲をどんなイメージで作られたんですか？そう、これね、めちゃめちゃ鋭くて、春の歌ってことで出会いの季節なので、まあ、ゆきさんとね、考えてて、やっぱり、こう出会いがあるって言ったら学生時代だよな、みたいな。もちろんね、就職してからもね、なんか新入社員の人と出会う機会っていうのはあると思うんですけど、よりなんかこう青春感があるのってやっぱり学生時代なので、こう学校感はめちゃめちゃ意識しながら書いてましたね。うん。この方の続きがあります。あともう一つ、歌詞に桜色や春風やゆらゆらなど、一つ一つの言葉が綺麗で、印象的で歌の世界観が見えてくる中で英語の表現もあって、歌詞を作るときに言葉の選び方はどんな風にしているんですか？専門用語がわからないので変な質問になってしまいごめんなさい。よろしくお願いします。いえいえ。言葉選びは、僕は、こう、情景だったりが浮かぶような言葉選びをめちゃめちゃ意識しながら作っております。はい。続いての方。コンセプトが知りたいです。曲のかな？英語が苦手なので、毎回翻訳機能を使いながら意味を調べているので、初めに流しで聞いた時と歌詞の意味を繋げた時で二度楽しめて、いつもお得感があり楽しませてもらってます。ありがとうございます。今回は季節感と色が思い浮かび、この物語の方の心の変化が描かれていてお気に入りの一曲です。はい。なんかやっぱりね、こう、季節感と色が思い浮かびとか言ってもらえるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいかな。コンセプトはですね、そう先ほども言った通り、春の出会いと恋みたいな感じですかね。なんかもともと、これ本当に裏話なんですけど、最初に書いてたのは全然違う歌詞だったんですよ、もともとね。だから、どちらかっていうと、こう、世間から、世界から、こう、外れ物になってる人だったり、ちょっとね、こう、疎外感を感じる人だったりに対して、こう、大丈夫だよっていう歌だったんですけど、会社の人とかと打ち合わせしていくうちに、まあ、出す時期も、まあ、今回遅れちゃってますけど、春だっていうことで、春の歌にしてみればっていうのがあって、はぁ、なるほど、みたいな。で、ゆきさんとこう、歌詞をガーって書き直して、で、出来上がったのがこの曲なんですけど、曲、トラックの方向性も、そこから春に寄ってたって感じですかね。だから、アコギとか強化していって、より春らしいような楽曲に仕上げていったって感じです。はい。次の方。Cause You're Like a Burner Breeze の歌詞がすごく記憶に残る切なさと甘さと少しの焦燥感に駆られる春色の素敵なラブソングだなと思いました。すごく素敵です。ありがとうございます。サマーがチェイブロッサムからカラーバーよりファストの勝つながりがすごく好きでした。これね、あんまりやんない歌詞の書き方と韻の踏み方で、ちょっと楽しかったんでやっちゃいました。続きがあります、この方。春風に運ばれた温かい恋心に巻き込まれるような、背中を押されるようなくすぐったいくらいの温かさの歌詞に心地の良いメロディでドキドキしました。リンさんのゴリゴリ部分ももちろんあって最高でした。質問じゃなくてすいません。日付ゴリゴリついてますが書き忘れていた感想をもう一つ。Cメロから大サビに繋がって終わるのすごく好きです。変なこと言ってたらすいません。いえいえ、ありがとうございます。これね、落ちサビの威力が、ね、高いんですよ。こう、春って風、桜舞うようにとか言ってるんですけど、春風色づくよとか、春ってやっぱ風のイメージがすごくあって、春一番とかね、すごく強い風が急に吹くみたいな、桜の花がこう舞い上がるみたいなイメージがあって、それがね、こう C メロで、こう風が吹いてない状態から急に落ちサビからガッと上がっていくっていうのは、そういうイメージが曲でね、こう描けたんじゃないかなってすごく思ってます。はい。続いての方。マットギットで曲を書くときと、ハイレンさんとやリン君一人で書くとき、それぞれ変えてることはありますか？このハイレンっていうのは、うちの、俺がやってる、ユニットのね、DJ、トラックメーカーなんですけども。今回、リンソロ色が強い感じがしました。使っている音のチョイスとかだと思うんですけども、同じフレーズでも音が増えたり、最後に余韻が残るのとか、情景が浮かんだり、匂いがするの好きでした。ありがとうございます。情景とかね、匂いがするって言っていただけるのはめちゃめちゃ嬉しいです。はい。ですね、余韻とか、こう、リバースピアノが A メロに入ってたりするんですけども、そういうのがめちゃめちゃ好きで。意外とめちゃめちゃこだわってますね。空間系、リバーブ、ディレイだったり、そういうのを効果的に使うっていうところで気合を入れてます。ですね、リンソロ色が強い気がしたっていうのは、こう、いくつか僕だけで書かせてもらう曲が増えてきて、
その中でなんかバランスが取れるようになったっていう感じですかね。ここはやりすぎなのかなっていうのとかがバランスが取れて、それをマットギットにうまくフィードバックできるようになってきたっていうのがすごく大きいのかなと思いながら、だから自分らしさを出しながらかつマットギットらしさも出せるような曲作りがなんとかできるようになってきたかなって感じです。はい、ありがとうございます。続いての方、ラップ始まりと構成はどんな感じで決めて聞きましたか。ここは意識して入れたっていう部分があれば教えてください。りんちゃんは日本語ラップが多いイメージだったので、サマーがの部分はゆきくんしおりんちゃんが歌ってるような感覚で新鮮でした。ここもさっき言った通り、あんまりしない韻の踏み方だったり歌詞の書き方なんですけども、まあ本当に言葉遊びというか、かつ軽やかな感じが春らしい曲で合ってるかなと思ってやってみた所存でございます。はい、続いての方、また新しくてかっこいい素敵な曲でたくさん聴かせていただいてます。ありがとうございます。アコギめっちゃおしゃれで、ウィークエンドウォーカーのテープさんにお願いして、この曲にアコギを入れたいと思われた理由やきっかけをお伺いしたいです。あと B メロとサビの音が特に好きで、音の構成やこだわりとお聞きできたら嬉しいです。はい、ですね、これはテッペ君がゲットアップのレコーディングの時かなに来てもらって、これこれこういう曲がありまして、で春らしさを出したいと、でギターめちゃめちゃ上手なので、なんかこうアコギとエレキとかもらえたら嬉しいなと思ってますということで、俺がね語彙力がないんでふわふわって伝えたら、めちゃめちゃこういういいギターが返ってきて、結果的に超最高な曲になったというね。B メロとサビの音はですね、エレキでガーンって入ってシンセに戻るんですけど、そこからシンセでサビに行くんではなくて、また主役が生音に戻るっていうところがこうミソなのかなと思ってます。はい、続いての方、イングの楽曲ストーリー性や世界観や描写がすごい伝わってきます。いろんな角度から捉えられる楽曲だと思っていて、個人的にはこの僕は今まで美大生だったのかなって思いながら聴いていました。時や心境の流れもすごい感じます。リンクはどのような場面を思い浮かべてこの作品を作りましたかということで、ですね、めちゃめちゃ鋭いと思います。先ほどの方と一緒でね、学生をめちゃめちゃイメージしながら作っております。このなんかこう時の流れ、心境の流れっていうのは結構意識していて、春の中でも春の始まりからこうしばらく経っていくっていう経過をリリックでうまく表現できたのかなと思ってます。うん、はい、続きがあります。この方、こんな質問しといてあれなのですが、作り手からするとやっぱり個人個人の解釈で楽しんでもらいたいだろうし、これはこうですっていうと固定概念がついちゃいそうで良くないのかとも思ってしまいまして、なので改めて実はこういう意味も込めてます的なこだわりポイントがあれば知りたいですと。ですね、これはこの曲はこういう曲なんだよっていうイメージを、ね、提示してくれるミュージシャンの方もいれば、そうでない方もいるので、やっぱおのおのね、楽しい楽しみ方が一番いいと思ってます、個人的にはね。うん、もう全く気にしないで好きな楽しみ方で楽しんでいただければ、実はこういう意味を込めてますっていうこだわりポイント。なんだろうな、まあ歌詞でも書いてるんですけど、こう恋心とその桜が開いていく感じを結び合わせてね、ドッキングしながら歌詞を書いていったんですけども、桜ってね、こう散ってしまうじゃないですか。この恋の行方がどうなるのかなっていうのは、まあ想像してもらって、桜吹雪って言ってるんですけど、桜って散った後こう風でね舞い上がるのも、それはそれですごく綺麗だなと思っていて、俺はなんかそういったところのね情景とかも意識しながら書きましたね。はい、この恋の行方はどうなるのかはい、ありがとうございます。続いての方、一回聴いただけでサビの歌詞とメロディーが耳に残って耳馴染みが良い曲という印象を受けたのですが、そのようなことを意識して作られたりしましたか。これもね、先ほど言った通り、もともと違うテーマで違う歌詞だったので、やっぱりトラックの力っていうのがすごくでっかいなと思ってます。こう春らしく作っていったトラックが、その同じメロディーなんだけど春らしさを出してくれたのかなって思っていて、うん、トラック面でこう方向を転換していったって感じですかね。はい、ありがとうございます。続いての方、初めて聞いた印象はふわっと耳に残る感じで、今までの曲調の雰囲気がガラッと違うように感じたのですが、ここを新しく挑戦してみたというところはありますか。あと個人的には片思いなストーリーを思い描いたのですが、リンさんどのようなコンセプトで作ったのでしょうか。はい、こう今までの曲調というかですね、自分は四つ調をあんまり作ってこなかったんですよね。やっぱハーフが好きで、なのでまあ B メロでハーフになっちゃうんですけども、四つ打ちをね今年結構挑戦していて、そういったところがね、なんかこうガラッと違う感じで出たのかなって思いながら、はい、コンセプトはやっぱり新しい出会いの季節の恋の始まり、
みたいな感じですかね。うん。ありがとうございます。続いての方。つぼみだった桜が咲いて桜吹雪になる時間軸がすごく好きでした。バーナルブリーズコーラスワークすごくないですか？こだわったポイントとか、ここを聞けという部分があれば教えてほしいです。ですね、コーラスワークは、なんかもともと自分、すごい作るのが好きで、コーラスだけでいくつ、まあ、20個近くあると思うんですけど、ボーカルがね、3人いるし、一番かっこいいのを見せられる部分だなと思うので、作りますね、いつも。うん。B メロのね、コーラスがすごくお気に入りです。個人的に。はい。この方続きがあります。バーナルブリーズ、歌詞に色が入っていたり、より視覚的だなと思いました。以前わかりやすいけどかっこいいものを意識したとおっしゃっていましたが、今回はそういうのありましたか？あのですね、やっぱり伝わりやすい日本語をよく使うんですけども、どっちかというとね、やっぱ日本語を多用していくことによって、こう、叙情的な、ポエトリーリーディングだったり、そういう方に向かっていくんですけど、それを軸をポップスにして、軽やかな感じにしていくっていうのはすごく意識しておりますね。はい。ありがとうございます。続いての方。歌が入る前のイントロ5秒間の音がすごく好きですが、知識がなく何がいいのか言語化できないので作った側の思いやポイントを教えてください。ですね。こう、ライザーって言ってね、もうバーって上がっていく音で始まるんですけど、こう、出会いがあったり、なんか春ってすごくワクワクしがちじゃないですか。だからそのワクワク感を曲の始まりで表現できたらなと思って、こういう感じになりました。はい。ありがとうございます。続いての方。歌詞の掲載嬉しいです。あ、そうそうそう、YouTube で歌詞が乗っかっているので、ぜひそちらも見ながら聴いてみてください。ありがとうございます。はかなくも切ない。でもサウンドが走ってくれているのも最高です。でもまず、りんちゃんが仕上げていらっしゃるかと思いますが、メンバーの歌割りはどのあたりで決まりましたか？よろしければ、ぜひお伺いしてです。これに関しては、歌割りはね、僕は一切着手してないんです。実は、今までも全部ね。ゆうたが全部決める。そこで、ね、頑張ってくれてます。なので、詳しいことはゆうたくんに聞いてみてください。はい、続いての方。キックスネアの選ぶ基準とかそういうこだわりあれば聞きたいです。あー、いい質問ですね。これまあ、さっきキックの時に言ったんですけども、ちょっとね、この曲はシンセっぽいキックよりも、ギターとかピアノとか入ってるんで、生っぽい感じのキックをあえて使ってます。で、キックはやっぱアタック感。あと、ま、打ち打ちで進んでいくので、リリースはちょっと短めにしてますね。スネアは、もう本当に趣味って感じですね。結構なんだろうな、スネアに関しては、抜けと、あとアタック感、パツンってくる感じ。で、あとはもう本当に、結構金物系が好きなんで、カーンっていうスネアが好きなんで、そういうのをもう趣味で使ってます、ね。抜けの良さと趣味かな。うん。続いての方。英語と日本語の歌詞にするときに違い、こだわりはありますか？私もサマーの歌詞好きです。乗っかってすみません。そこの英語と日本語がとても心地よかったので。これ前の方のね、リプライを見てくださったんでしょうね。はい。こだわりというかですね、もともとなんか日本語の歌詞をよく使う理由が、やっぱ音楽って何小節っていうのがこう走っていくので、短い間に日本語だったものに急に英語が入ってくると、なんて言ってたんだろうって、一回プレイバックしなきゃいけないじゃないですか。だから、本当により伝わってほしいから、日本語をよく使ってたんですけども、今回は英語を混ぜたところで、やっぱ言葉遊びと、その軽やかさを意識しながらね、歌詞をパーって書きました。うん。インターね、人気ですね。はい、続いての方。リンさんお疲れ様です。サマーがチェリーブロッサムから、これインターですね。のとこめちゃくちゃ好きです。なんか人気があって嬉しいな。ありがとうございます。質問と言いますか、ブランコが春の季語って知りませんでした。ブランコではなく終戦にしたのは、ライライライが中国っぽいテイストだからですかということですね。これユキさんのラップですかね。多分ね、頭がね、良いからじゃないですか。俺も初めて知ったんですよね。終戦ってなんかブランコなんだ。しかも季語なんだ。すげーって思いながら。うん。話してました。続いての方。マットギットの曲全部なんですけど、リリックのフレーズでどんな時や場面思い浮かぶんですかっていうことですね。これに関しては、いろんな方がいると思います。電車の移動時間にね、こう歌詞を思いついてメモったりとかね、あると思うんですけど、歌詞に関しては僕は、フレーズもそうですけど、こうやって、この感じで、パソコンに向かってよしやるぞってやりますね。よしやるぞってなった時は、やりたいなって時なんですよ。で、歌詞に関しては特にそうなんですけども、書き溜めた歌詞って、やっぱその時はそう思ってるけど、いざ歌う時になったら、こう、気持ちは違うっていうことが起こりがちで、これなんかメロとかもね、歌詞とかも歌いながら考える俺だからだと思うんですけど、
本当にやろうって思って、その時の気持ちで歌いたいんで、本当に歌詞とかも書き始めるのは、こうやってパソコンの前に座って、作業しようって思った時ですね。うん。そういう感じです。ありがとうございます。続いての方、エバーナルブリーズ、毎日聞いています。ありがとうございます。歌詞の言葉選びが最高に好きです。歌詞の英語の意味を調べていて思ったのですが、歌詞を作る上で、ふわりなどこだわっているところはありますか？それね、言葉一個一個の説と、あと文節ってあると思うんですけど、やっぱりそこをね、どこに置いていくかっていう、テンポの、このリズムがこうやって、1、2、3、4って入ってる中で、どこに切れ目を置いていくかっていうのは、やっぱり結構意識しながら作ってますね。リズムを大事にしながらっていう感じで、うん、作っております。はい、ありがとうございます。続いての方。リンくんこんばんは。サウンドがおしゃれでめっちゃ好きです。ありがとうございます。さすがリンくん。いえいえ。ゆきくんのラップから入るのが驚きました。ねえ。ラップ入るなかなかやんないんで。よかった。こう言ってもらえるとめちゃめちゃいいですね。はい、続いての方。リン先生お疲れ様です。お疲れ様です。今回も素敵な楽曲で最高でした。おです。リン先生の楽曲はワンフレーズを永久にリピして楽しくて好きです。嬉しいです。ありがとうございます。リン先生の楽曲はいろいろな音がして本当にどこも綺麗だなと思うのですが、複雑な音を重ねる上で意識することについてお話聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、よいしょ、3月になってきた。はい、ですね、結構めちゃめちゃ日本人だなって思うところなんですけど、こう隙間をね埋めるのが好きで、トラックの中で、うん、で気をつけることっていうのがあって、やっぱりこう行動が進んでいく中で、まあプラックだったりなんなりのコードと当たって嫌な音になるっていう部分をすごく考えながら、とはいえ自分は音楽理論がめちゃくちゃできるっていう方じゃなくて、なのでそこに関しては感覚で聞きながら、こう、あ、ここをやばそうかなって言って直していくみたいな感じになりますかね。なのでこう理論でここはこのコードが鳴ってるからこの音はダメだよねっていう考え方は自分はできないっていうか、なので何回も聞きながら直していくって感じですかね。はい、それ続いてですね、最後に、なんか LINE でね、なんか質問をくださった方が一人いて、うん。ちょっと待ってくださいね。質問です。いつも歌詞やメロディーをその場でパッと作り上げる姿を見てますが、このバーナルで一番悩んだ部分などありますか？ペンネーム、スーパーミー。シュプリームとかでスーパーミーですかね。ということで、なんかそう、その場で作るんですけど、この曲で一番悩んだのは、サビが、同じ言葉の感じで五感で進んでいってると思うんですよ。こう、音とかもね。なので、同じ感じなんだけど、歌詞の内容を変えるっていうところで、こう、いかに音とか言葉の感じを変えないように内容を変えるか。っていうところをめちゃめちゃ意識しながら作りましたね。うん。そういったところもなんか歌詞見ながら、あ、この母音が一緒だとか考えながら聞いていただけると嬉しいです。はい。スーパーミーさんありがとう。さっきのブランコが春の季語って知りませんでした。ブランコではなく修正にしたのが、ライライライは中国っぽいテイストだからですかっていうのは、ゆきさんのパートなんですけど、聞いてみますか？出てくれるかな？ちょっと、ね、急に電話かけるんですけど。出なかったら残念っていうことですけど。出てくれるかな？あ、もしもし。あ、ちょっと待って。お疲れ様です。ごめん、電波ちょっと待って。はい。今動画撮ってるんですけど。はい。私も動画編集中や。動画編集中。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、質問が来てまして。はいはい。はい、ブランコが春の季語と知りませんでした。ブランコで、お、犬がめっちゃ鳴いてる。ブランコではなく修正にしたのは、ライライライが中国っぽいテイストだからですかという質問が来ておりますけども、こちらはどうでしょうか。はい、俺も最初知らなくて、修正っていうのがブランコって意味。あ、はいはいはい。春の季語を探してて、うんうんうん、まあ今回こうコンセプトが春だったから、うんうんうん、まあ、リンちゃんがバーナルブリーズっていう、こう春風じゃん。はいはいはい。で、季語とかをすごいうまく使うから、りんちゃんが。俺もそういうのをちゃんと入れようと思って。なるほどね。ふとね、はい、なんか、月を見てる、なんか、なんて、お月様見ながら、なんかブランコ乗ってなんか、すごい神秘的じゃねえ的な。そうだよね。情景感があるよね、なんか。そうそうそう。うん、それで、まあ、ふと調べて、季語、春の季語を調べてたら、はいはいはい。
級戦っていうのがあって、ブランコの意味で、あ、これぴったしだと思って調べて、あの、そのまま入れたんよ。なあ、すごいよね。だからなんかこう、その発想はね。奇跡的に。なるほどね。だから、うん、あの、ライライライにちなんでは、ないけども、うん、そういうことにしといてくれてもいい。オッケーオッケー、じゃあそういうことみたいです。ありがとう、作業中に。はい。うん、ありがとうございます。はい。はい。ということでした。ね、すごいよね、本当に。なんかこう、俺ってなんか結構ね、そういう器具とかも使いながら、どっちかっていうとね、こう、ストレートで、こう、変化球みたいなのを使わないタイプ、自分で思ってるんですけど、まあ、こう、ちょっとね、変化球で攻めてきてくれるゆきさんっていうのは、なんかこう、まあ、キャラ分けができててすごく嬉しいなと思います。ありがたいことだなと思いながら。はい。すごいよね、本当に。うん。よかったよかった。質問にも答えた。よかったです、本当に。2回目もね、これを見てね、楽曲を何回もね、聴いていただけると嬉しいです。それでは、次回またお会いしましょう。リンの勇気、リンリンサウンドコメンタリーでした。今回はバーナル、ありがとうございました。バイバーイ。